大台ヶ原山椒魚は、両生越な、優美目山椒魚か山椒魚属に分類される、有魚類。日本固有種模式標本の産地は、大台ヶ原山。全長13.6から19.4センチメートル。尾は、側変する。背面の体色は、石板色で、反紋は入らない。涙骨が、外観から見えることから、パケポラミナス属として記載されたが、 異はないとして、山椒を続の構成主とする説が有力とされる。2007年に、シノニムとされていた石槌山椒王が、復活、分割し、四国個体軍を独立主とする説が提唱された。2014年に、天草諸島個体軍が天草山椒を、エッチ天草エンシス、大隅半島個体軍が大隅山椒をエッチ、H、アスミンシス。 祖母傾き山系固体群が祖母山椒をエッチ、死日里居として、新種記載、分割する説が提唱された。産地にある紅葉樹林や二次林、人工林などに生息する。妖精は、三重県の例では、同所的に分布する、マホロバ山椒をハイノビアスグーターダス、箱根山椒魚よりも上流域に生息し住み分けを行っている。繁殖様式は乱生。 低地では2月から、高地では5月に、1回に19から63個の卵を産む。幼生は半年から2年で変態し、幼体になる。幼生期を水中で過ごす。このことから幼生には、流水が通年で枯れない環境を必要とする。大台ヶ原山椒後の生息には、渓流と臨床が必要であり、原流域を含む広い自然林を必要とする。 また、冷涼な気候を好むため、地球温暖化の進行は、大台ヶ原山椒後の生息域を狭めるとされる。高地では、植林や、観光開発、低地では、砂防ダム建設、森林伐採による、生息地や産卵場所の破壊により、生息数が減少している。絶滅危惧痛類、ありがとうございます。